マサ男子 5000m 挑戦決勝です。池田高校の佐原君は初日の 1500m のチャンピオン、1年生ながらの2冠を狙います。そして中心総体のサインは、中心総体この種目第2位は豊島の古川君、佐原君が3位、そして松本有岩崎の斉藤君が9位と入っております。さあ男子 5000m 競争、春から夏の練習を経てどのように力をつけてきたでしょうか。まもなく 400m、 先頭は古川君と吉田、76秒、この間76秒、このままのペースでいきますと15分50秒、さあこの種目も8位までが県大会の出場権を獲得、3位までが表彰賞状がございますが、積極的に前を走りますのは1年生が多く揃っております。さあその中で2年生は瀬戸君と高橋君、男子 5000m 競争、先頭は間もなく 800m、 800m を77秒、先頭は豊島の古川君、そして池田高校佐原君、小沢君青木君、瀬戸君は松本六歳、高橋君松本隆、板原君松本隆太郎、上上君石川君と続きます。 1000m で3分12秒、このペースでいきますと16分ちょうど、女子の選択肢では優勝が決まっています青柳さん、 1m46 をクリアいたしました。青柳さんはやり投げと合わせて2冠を達成しております。さあ男子 5000m 競争、先頭は古川君が引っ張ります。この間77秒、非常に良いペースで引っ張っているところでしょうか。ここまで同じペースで引っ張っています古川君、 5000m 競争中心総体は2位でありました。そして中心総体は3位、 1500m 先日の初日の新人戦 1500m で優勝した相良君が現在2番目につけています。そして小沢君、青木君、ここまでが1年生、そして松本が2年生の高橋君、瀬戸君、この2人で2年生、松本片岡の板原君がその集団候補。
さあ男子 5000m 競走、まもなく 1600m の通過。1600m 77秒、古川君綺麗なペースで刻んでいます。男子 5000m 競歩の結果をお知らせします。プログラム15ページをお知らせください。1着2400m 武藤珠樹君、松本慶吾、時間27分15秒98。2着2050番、倉重匠君、大松役を30分20秒93。3着2084番、4番太田海馬君、大町学用、31分7秒89。準決女子の結果をお知らせします。プログラム31ページをお知らせください。一曲1790番、山口智美さん、岡本久志、時間28分39秒00。2着1786番、一ノ瀬亜紀さん、秋元久志、30分22秒76。1721番、広部凛太さん、南安住農業、31分10秒76。4着1824番、加藤彩子さん、松本新潟が丘、33分37秒24。5着1770番、古性美和子さん、松本久志、男子 5000m 競走、 2000m の通過が6分23秒、この間3分11秒。先頭集団5人から4人になるでしょうか。古川君、佐原君、そして青木くん、そして2年生が高橋くん残っております。その後ろには小沢くん、板原くん、こちらも1年生。そして8位ラインがスタンドから見ていただきますと、8位ラインで県大会の出場権ということになります。ぜひ声援をお願いしたいと思います。まもなく先頭集団は 2400m の通過、 2400m 7分42秒、この間78秒、76から78で一定のペースで押し切っています。古川君、佐原君、そして青木君、2年生の位置、高橋君、松本貸し、小沢君、後ろから上がってきたのが松本上がったの板原君。さあ先頭集団の3人は中間の2500を過ぎています。男子 5000m 競争の決勝、先頭の3人が残り6周となっています。さあ後ろの集団からは上亀君を捕まえて、哲君、大町学用は前半3人で後ろから上がってまいりました。哲君、そして松本有ヶ崎の斉藤君。さあ先頭集団はバックストレート、まもなく 2800m、 2800m 9分ちょうど78秒、このペース。さあ16分前半あたりが出そうなタイムであります。非常にいいペース進んでいる1年生ルーキー3人。グリーンのユニフォーム豊志田の古川君が引っ張ってきました。池田工業の佐原君は初日の 1500m と合わせて2冠を狙います。そして青木君、松本も来た、まもなく 3000m、 3000m 9分38秒。女子の走り方で青柳さんが 1m40 をクリアしました。3000m を9分38秒、この間3分15秒、4位集団から板原君が上がってまいりました。
板長君、高橋君、野沢君が4人集団、そして瀬戸君、関君、上田君が、この辺りが県大会の8位枠となりそうです。佐原君、古川君がこの間76秒、さあ先頭佐原君、そして古川君、追いまして青木君、後ろからは上がってきた板原君、先頭集団は残り4周。優勝が決まっています。青柳さん、1メートル52の挑戦です。先頭集団は佐原君と古川君、3600m の通過、3600m を77秒、佐原君、古川君の順、佐原君が若干前に出たでしょうか。1500の2冠を食らいます。通信障害の際は古川君が2位、佐原君が3位という結果でしたが、この2人がこの秋のシーズンも 5000m 中心地区の長距離引っ張っていくでしょうか。佐原君、古川君残り3周、そして青木